皆さんこんにちは、プロデューサーの小林です。ありがたいことに SNS を中心に遊んでるところが見たい、雰囲気が知りたいというお声を多くいただきました。ということで今回は急遽実際に対戦している様子を皆様にお届けできればと思います。それではどうぞ。お願いします。それでは小島選手が最初初期手札6枚なんで6枚用意します。では東選手なので7枚手札を用意します。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ。じゃあ先行で、ではこちら後攻でいきます。はい、交換できます。2枚交換します。じゃあ3枚、そしたら3枚ドローします。こちら2枚ドローします。じゃあ先行なんで荻野選手メインエリアに置いて、じゃあ東選手ですね。それではこちらからサポートエリアにカードを置いていきたいと思います。1枚いきます。じゃあ僕も1枚で強振でいきます。はい、サポートドーン、強振2、強振の6です。強振の6、ではこちらいきます。ドン、ミートの3を追加ので、はい、DP が6のままですね。もう全然話にならない。だから打てましたと。はい、じゃあサイコロ振ります。はい、5たす1で6で、6の強振はアウトです。よっしゃ、オッケー。読み勝ったんだけどアウトですと。で、アウトエリアに変わってきます。はい、いきます。で、2番源田選手です。ドローします。はい、ドローします、はい、打者を出させたくない、2枚置きます。あえての1枚、あえての1枚で強振でドン、強振の7です。強振の7、ミートの2、ミートの2 全部外れの DP6 で7なので、はい、サイコロ振れますと。はい、余裕です。2たす1で3です。2アウトになりました。ありがとうございますということで、思ったと違うな。ソングー選手です、はい、では1枚いただきます。1枚、なるほど、ます2枚強振で、強振でトングー選手のフルスイングです、はい、こちら同盟で10たす3なので強振の13になります。強振の13、こちらはミートの5を足すので6ですね。読みの天才がおる、はい、勝って振ることできます。でここでトングー選手強振だとプラス1なんで、うん、サイコロに1足されます。強振アウト多いですけど、さあゴー。5たす5で10なんですけど、プラス1だったんでツーベースがホームランになります。よっしゃ、ホームランなので一周しまして1点が私の方に入りました、はい、取られてしまったら点数の分ドローできます。1枚引いてください。いきます。これで1対0になりまして、4番の浅村選手に1枚引きます。はい、1枚引きます。これ以上点数を渡すわけにはいかねえ。強気の1枚、強気の1枚、攻めの1枚、攻めの1枚、強振でもう浅村選手やばい、つまり12です。行くぜ、浅村選手2枚、同盟なんで12枚ですけど、同値なんで私の勝ちでございます。負け、はい、やばい。浅村選手なんですけど、強振の場合サイコロにプラス1できます。マジかよ、悲劇は繰り返されるの、サイコロドーン、アウト、オッケー。これで3アウトになりましたと。そうですね、はい、アウトカウントからイニングエリアに1枚置いてください。これは使わないカードを置いた方がいいので、そうですね、山札に戻らないのでフルスイング、はい、これで1回の表が終了しました、はい、続いて1回の裏になります。私が小島選手、川林選手、はい、1枚、同心の7、同盟のカードだったら無効にできるって勝負師ってカードを出したんですけど、はい、読み間違えちゃいましたね、はい、なので勝ちの、はい、でサイコロを振ることができるんですが、です、ね、小島選手常時効果発動しているものがございますと。何、相手の打撃判定を行うならサイコロをマイナス1するという効果を常時発動してますんで、今からサイコロ振ってもらうんですけど、マイナス1です。何やって、これは決めに行くしかない。イデオ12、どう、11で本来はホームランなんですが、はい、マイナス1の効果によってツーベースに、やばすぎる、ここ1点やろ、おかしいって。マキ選手いきます。はい、なんだろう、新枚で、こちらも1枚、強振でお願いします。強振で、はい、決めにいきます。ドン、お、覚醒、マキ選手 12で、私がドン、確定、小島選手で6たす6で12じゃないですか。12、さっきこのパターン僕打てたじゃないですか。そう、しかし小島選手、さらなる効果ございます。覚醒、つまり同盟出しした場合は DP をプラス1するというカードを持っておりますので、7たす6で13になります。対して12なので本当無用でアウトでございます。そう、最悪や、はい、なのでワンアウト取ることができまして、はい、牧選手アウト、あかん、効果に翻弄されてるドロー、こちらで、ここは強気の2枚、強気の2枚、強気の2枚、なるほど、強振で、強振で、はい、はい、では1枚目勝負し、なるほど、同盟を防ぎます。勝つ同盟で、じゃあ強振の10ってことですね。強振の10 で、 で私はミートなんで関係ないですね、もう6です、はい、ただ効果は常に発動してますんでサイコロは振れるけどマイナス1です。何、あ、でも強振のあれついてるかな、強振のプラス1、あ、秋広選手が持ってるのでプラマイ0でサイコロ振られます、はい、ここは本塁だ、12来い、ゴー
5はもう問答無用でアウトですので、はい、2アウトとなります。2アウトランナー2塁で村上選手、はい、ターンのドロー、余裕がある1枚、なるほど、強気の2枚だ、強気の2枚、強振2足して9ですね。対して私は強振なんですけど1しかないので7ですね。7対9なのでサイコロ振れますで、プラス1が村上選手持ってるので、ね、またプラマイ0です。ここで決めるぜ。12本塁打、7単打なのでランナーが1塁になって1、3塁、3塁です。大山選手でドロー、はい、2枚、大山選手かなり警戒されているこちらもでは2枚、ミートです。ミート、はい、あえてのミート、あえてのミート、ミートの3、ミートの3、ミートの12か。いいです。私はミートの2 ミートの4なんですけどミート読みはできてたんですけど12なんですね。よっしゃ、なのでサイコロ振れます。ただマイナス1持ってます。すでに持ってるのやばすぎる。いきます。あ、本来二塁打なんですけど、また小島選手の効果によってヒットにはなります。ヒットになるとってことで、ホームに帰還して、そうですね、戻ります。はい、ランナーが一塁二塁で、私は失点したんでドローをします。で、これで1対1になります。よっしゃ、追いついた、はい、坂本選手で、ツーアウトランナー一二塁で1枚いきます。確実に終わらせる2枚。ここは点を決めたい。まだまだ行くよの2枚。強振で、強振、はい、強振の2、強振の2、9でお願いします。私は2、ミートの2とミートの2で、若月選手、はい、EP どちらもプラス2できるけど、ミート読みになってしまったので強振の8です。で、そちらが強振の9なので打たれました。よっしゃ、ただ小島選手効果ついております。マイナス1です。いきます、出ろ、はい、ミート数8で2ベースだけど、小島選手の効果で単打になりますんで満塁になります。よー、生えてる。木山選手は出してます。で、またドローで、私もここ絶対に打たれるわけにはいかなくなってしまったんで、うん、2枚伏せさせていただきます。1枚。いいの、強振、強振、あ、覚醒で 10で、私なんですけどミートの8で、はい、あー残念、何こちら覚醒を無効にする、やばすぎますんで、この秋山選手無効発動しません。はい、無効です。つまり強振の5に対してミート読みで外れてしまったんですけど、そもそも6なので、はい、6対5でアウトでございます。満塁はもう残塁でおしまいと。マジかよ。で、3アウトになりましたんで、いきまして、1対1のまま1回裏終了でございます。はい、1回の表です。1対1同点ですね。強振の10に読んでいたぜ。ライヤー警戒、強振の11アウト、ね、OK。 ちょっと手札が少なくなってるんで、ここで投手交代、ピッチャー変えますか。ピッチャー変えます。はい、タイムポイントを1枚、はい、お返しにして、続いての投手清水選手、中継ぎで登場。ピッチャー交代したらまたドローができますね、はい、そうですね。中継ぎプラス3って書いてるので、3枚ドロー、1枚1枚でございます。ミートで9になります。1枚の理由を教えますと。よし、12ですね。アウトになります。よっしゃ、これでなくなったらレスト A のカードをシャッフルして山札を最後作ってください、はい、3プラスでミートの8、ミートの8、ミートの8、ミートの3にミートの3を重ね12、数字負けたんでもアウトでございます。よし、はい、三者凡退、2回の表終了となります、はい、また守備ですね。そうですね、はい、続投の1枚で、1枚で強振で6でお願いします。強振の6、ミートなので機能せず6のまま、はい、ただ小島選手ダイスマイナス1でございます。忘れちゃいけません。小島選手が強すぎて、当然の順に、あ、7 引く1は6、アウトか。次、坂倉選手ですね、はい、小島選手で問答までアウト、頑張った。小林選手、小島選手強いんですけど、泣く泣くのピッチャー交代で宮西選手、中継ぎプラス3です。どうぞ、ミートでお願いします。ミート、はい、岡林選手2枚目、中継ぎします。ミートで打撃判定を行うなら、サイコロプラス2、プラス2、ミートのサイコロもついてるので3、ミート3、それはピンちなわけがない。宮西選手やばすぎる。12なのでそもそもサイコロ振れません。3アウトでございます。2回の裏終了となります。はい、1枚で舐められたもんだね。1枚だ。強振の7、ミート4、同盟呼びの勝負師で、あ、7対6で強振振れましたね。純粋なサイコロだ。でこれよ、強振の5打数6、11はホームランでございます。やばすぎる。さて、塁を一周しまして2対1だ。1枚引きます。ターンのドローを、ターンドローします。良きの1枚、2枚で、2枚、ミートです。8と勝負師、同盟潰しのカード出させていただきました。見えている。バレた。浅い。
浅いのよ。同盟無効になってしまいますんで、打てますと。なるほど。はい、なんでサイコロ振れます。もう余裕でございます。6はヒットになりますんで、単打でございます。ピッチャーを変えない時点で分かっていた。くそー、交代だ。そうだろうね。1枚使って抑えの選手マルティネス、最強守護神。抑えプラス2があるので2枚引きます。はい、1枚。4と7でかなり厳しいので、ちょっとこれ強振なんですけど6です。無条件でアウトなんです。なるほど。2枚。2枚1枚でいいかな。強振の7でございます。ミートの2。しかし本領発揮、このカードをプレイした時サポートに強振 DP2 にするので DP が9になります。強振もケアできましたと。7対9でアウトで、よっしゃー。1枚で。なるほど。ランナー1塁いますんで、攻めの2枚いきます。強振でオング選手トングー選手でございます。トリプルトングー選手、はい、ニートの10になります。強振なんで7ですね。7ですね。私5足す5足す5なので15で、強振プライチなんで叩き落としてやる。やばい。ゴー。強振の6はアウトなんですけど、はい、7はヒットになります。4番の浅村選手2枚。なるほど。不利ができない手札なので、はい、1枚でで強振でいきます。はい、伏せたカードは勝負師ということになっています。そもそも数字負けてるんで、はい、3アウトになりました。1回置いて交代ですね。はい、3回表終了でございます。はい、ということで、じゃあ最終回3回の裏でございます。はい、2対1で私勝ってる状態ですね。牧選手から、はい、じゃあドローします。ここでピッチャーを交代させていただきます。はい、タイムポイント1枚消費しまして、最強守護神オスナ投手に変えさせていただきます。2枚ドローさせていただきます。1枚で強気の1枚。1枚1枚で強振で。強振で、はい。牧選手覚醒12。こちらは読み切ってのオスナ投手。こちら7足す7で14になります。強すぎる。ワンアウト。ここで点数入れなきゃ。どうも、いきます。はい、2枚いってもいいんですけど、あえて1枚。ここは自信がある1枚。強振で。強振で。強振、強振の10、ね、はい、強振読みなんですけど7足す2で9なので、ありがとうございます。サイコロプラス1 1です。しかも強振プラス1できる。ここで12を取る。12を振ってギャー、クテンだー。7つです。はい、2枚。牧選手登場の引きます。はい、ここはもう絶対に許せないの2枚で。なるほど。こちらも点を入れさせていただきましょうの2枚で。強振で勝負し。なるほど。の村上選手。強振の10ってことですね。強振の10ですね。覚醒してるんで。で、私が若月選手踏み取りなんですけど、こちら効果で DP 強振も2されます。なるほど。強振9に強振の4で合計強振の13になりますので、はい、アウトです。やばすぎる。こちら2アウトですね。汗。さあ最後追い込まれましたよ。追い込まれました。ドロー。で、ワンドロー。終わらせに行きますの2枚で。行きます。行きまい。なるほど。ミートミート、はい、めくっていただいて、ミートの9でお願いします。ミートの9、はい、私は源田選手のダブルでミートの4足すミートの4足す7で読み切られた。ミートの15で試合終了でございます。そう、2対1で私が勝ちました。あれでした。くそ、負けた。全部読めてるのよ。負けた。はい、いかがだったでしょうか。ドリームオーダーでは全国でティーチングツアーを実施していきます。詳しくは公式 X ホームページをご確認ください。このチャンネルでは今後もドリームオーダーの情報を発信していきますので、チャンネル登録高評価もぜひともよろしくお願いします。それでは。